ナイロンとテンションアゲアゲ、こんにちは、ハラボロでイエ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 イ。今回こちらの方、墓バッキリということですね。前の動画でちょろっと言ったんですけれども、ほのぼのさん、そう卒業なんで、ナイロン卒業の時にね、中学卒業の時に旅立ちの日にをね、PV 撮って歌も作ってっていうので、すごい大掛かりな感じでやったんですよ。ほのぼのさんも今年卒業ってことなので、その企画やろうかなと思うんですけれども、曲が決まってませんでして、ドゥンドゥグドゥンドゥグ。曲を決めようと思うんですけども、今回は視聴者さん参加型で決めていただこうということでですね、今ほのぼのが卒業式に練習してるのは旅立ちの日にと、はい、糸、あとなんかもう一曲あったけど忘れてた。大切なものとかじゃないの？あ、それ大切なものに気づかない僕がいたで、今回はそれを決めていただくんですけれども、でもどれがいいのか分かんない今超気づいたんだけど、これやばい。この方も大学卒業なんだ。今日香港ディズニーでゲットしたグラディエーターイヤーのハット、後ろにホモって写真がある。そうそう、後ろにホモって、これね、聞いて、フィッシャーズのマサイ君が持ってて、それで遊ぶのかなって。うち、ショーケースもペケタンさんと一緒なの。そうです。びっくりだよ、ほんとに。びっくり、サムネ見て。あれ、これ、ほのぼのと一緒じゃないって。もう一緒じゃんとか言って。そうね、びっくり。で、今回は、皆さんに動画見ながら決めてもらおうと思いまして、私が今日、ピアノ弾いて、ほのぼのさんに、卒業式に関する曲をね、歌っていただいて、あ、これめっちゃいいじゃんって、聞いてて思った曲があれば、その曲をコメントで書いてください。はい、別に、今回歌わなかった曲でも全然大丈夫です。うん、ちなみに、こちらのマイク。あー一つも通ってません。地声で頑張っていただきます。マイクはもうフェイクです。え、でもさ、卒業ソングいないとさ、あ、先生だけやつ、どうぞはい、もうちょっと高くいくよ、どうぞ。音楽の先生さ、手がこうだよね。ワンツーどうぞ。はい、今の先生のワンツーどうぞっていうのがマジで面白い。旅立ちの日の時に着てた衣装になります。で、今ちょっとほのぼの隠れてるんですけど、ちょっとここは音楽スタジオですかみたいな感じにしたかったんで、パピコのギターを持ってきました。ギターでもここに繋いだら本当にジョン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 。あと、もう一つギターあるんだけど、アコースティックすぎてちょっとここには合わなかったので、ね、こっちロックだから。今回この使ってて生きてるのこれだけ。マイクも入ってないし、これも別にジャンジャン弾けるわけではないっていう、ね、弾けたらかっこよくない。なんかジョンジョンジョン。こちらのピアノのローランドなんですけれども、ピアノさんが弾いてたピアノになります。奪ってきたよね。はい、ちょっと今日借りてきました。ローランドの部屋には皆さんご存知だと思うんですけども、でっかい白いローランドがあるんですけども、それはちょっと持ち運びができないので。さすがに無理だね。藤川さん、この前びっくりしたんだけどさ、これさ、ケースがあるのよ。こちらのね、ピアノめちゃめちゃでかいんですけれども、このピアノを電車の中で背負ってる人いて、いや、すごいと思ってびっくりしちゃいました。そうなんです。これはもうちょっとヒラステージくらいあるから。は？聞くんで。ええ唯一弾けるやつ。はい、あ、じゃあ歌ってもらって。わかりました。はい、緊張した人があるあるなんですけど、早くなるよね。もう卒業式のびっくりだもん。みんなどん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 早くなっちゃってた。え、でも今別れの時みたいな。そのヒゲラのノーマートがいると思った人がいらっしゃいましたら、ちゃんと練習するんで。それピアノの音があるんだけど、本当いじるよね、小学生。まずめちゃめちゃ無難なあれいきます。めっちゃアルトとソプラノ歌えるから二人でやんのそういうのじゃないこの広い大空
卒業式あるあるじゃん、これじゃん。本も見てないから分かんないかもしれないけど、本番は、家のガスコンロの火消したから、あれ消してなかったっけ、えぇ、お母さんってなってると思う。分かる人いないか分かる。それやるとちょっと変身。あれなんか何十、そうそうそう、50人ぐらいいるんでしょ。泣いてるやつと笑ってるやつと、テキパクパクしてるやつと。そうそうそう。あー、それたまに見る。そう。あれめっちゃ好きなんですよね。次じゃあ、学校でやってる人。はい、言うじゃないですか。それの時に BGM 弾ける人っていうので、それ別に楽譜見なくていいよっていうお話だったから、あ、じゃあやりますって言って弾いたのは3月9日。流れー。でもうちね、3月9日はね、マジで歌詞わかんないから、あ、じゃあちょっと歌詞見ます。あ、まあ、いきます。ダンダンダン、
声の歌歌だね。歌歌歌だね。サビになるとどこになるかな。ほらほら。ヒゲダンも当たるんだよね。なんかサビよく分かんなくなっちゃうの。ほらあなたにとって大事な人。じゃあ、うん、次。会いたくなった時の分まで。どれくらいの値打ちが待って。どれくらいの値打ちがあるだろう。ヒゲダンのさ、115万キロもさ、ワンチャンさ、これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと、はい、僕はそれで買っとってカメラマン目の奥にあるフィルムなんて突っ込む映画の話ジュンさん、続きましてなんですけど、プレゼントいきましょう。もうこれはもう合唱の曲なんで、うちずっと超ご中学の時ずっと言ったらプレゼントやりたいですって。それ言ってくれれば、うち普通に先生が好きなのを選んでもいいよって言って。え、好きなのプレゼントはね、ちょっと伴奏が難しいからねって。いや先生弾いてください。いやでもちょっとね難しいからねって。知らないという言葉の意味間違え。緊急事態でほぼいないんですけど、ほぼ勝手に袴着てたんですけど、あれなんか紫色じゃないですか。ももかちゃん違ったんよ色が。だからおかしくないって思ったんだけども、間違ってたみたいなんで今お着替え中でございます。なんか小根沢さん大好きなんで、卒業ソング結構小根沢さんあるなと思って。死ぬこと以外かすり傷とか特にそうじゃない。
なんか強盗をイメージされてらっしゃるんですけど、結構変わっちゃった。なんか中に入れるもの外に消えてこれが正解だそうです。フォームなんかある？ただ君やね。はい、いきます。5、6、7、夜に浮かんでいたクラゲのような月が晴れた。バス停の背をのぞけばあの夏の君が頭に。ちゃんとくてんてんちゃんとくてん最近びっくりしてるのが、凝縮とか恋してとかすごい私最近見るようになっちゃって、同い年が多いのよね。ちょっとびっくりなんですけど、私今高校1年生なんですけど、びっくり。違う凝縮の歌歌うね。はじめはちょっといいな、軽い気持ちから始まった。私といる時のあなたの楽しい振り付けで作業だよ。待って恋をしていますだから、はじめはちょっといいな、好きで仕方なくて、好きで好きで止まんなくて嘘をついた。辛くて胸が痛い、あーそれだ。辛くて胸が痛い、あなたの気持ちが分かる。言わなきゃよかったかな、言わなきゃよかったかな、あなたの彼女になりたいなんて聞かなきゃよかったんだ。ごめんありがとうの言葉を、それでもあなたに恋をしています。もう一回歌いたい。好きと好き、言わなきゃよかったかな、あなたの彼女になりたいなんて聞かなきゃよかったんだ。ごめんありがとうの、言わなきゃよかったかな。めっちゃ夏いんですけど、卒業ではない。あのね、もう恋愛ソングは全部卒業ソングなんだよ。これが恋とするのは、そのステップマジスナックだからやめて。めちゃめちゃこれ好きなんだよ。ということで、だいぶ脱線したんですけれども、ちょっといろいろひねり出してみたんですけれども、多分これ以外の卒業ソングいっぱいあると思う。卒業ソングね、うん、こんなにいっぱい変だったんだけど卒業ソングお願いします。いっぱいあると思うんで、ぜひよければね書いてください。あ、あれだよ、あんたさ、フィッシャーズさんあんじゃん。僕らのいい、それじゃない、それじゃない、さよなら、またねー。あ、そう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 、これそれだ、それそれそれ、なんなんなん、ピケテンさんがずっと、ピケテンさんが
ミシェルさんとかも含めて卒業ソングをお願いします。では皆さんコメント欄書けたでしょうか。ちなみにほのぼのの PV はノエノの監督に休んでいくので NG 集でしょ。 OK、 それ使うか分かんないけどノエノの番組の方だけど、その NG 集ほのぼの番組です。持ってかれたどっちにしろほのぼの番組だ。よかった NG 集ね。 NG 集もうあと1ヶ月もないぐらいになってきてしまったので、もうそろそろ取り掛かる予定ではあるんですけれども、コメント欄見て決めたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。アップはめっちゃ頑張ってほのぼの卒業式の日にアップできるようにしたいなと思ってます。姉からの動画でプレゼントですね。この衣装あれのあれだねって思ったヒートグッドウォーター、じゃあどれくらいしまいます。ほのぼのさんガチでこれで卒業式行くんでね、めっちゃ可愛いよね。ありがとう。じゃあやっていただきます。ほのぼの、はい、いろいろな人を笑顔にさせる有名な YouTuber になります。あの概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひお手の方ご覧ください。もうちょっと何言ったらいいと思う。それでいいって、ハンコピしてきてください。これ来たからにはそれ言うしかない。分かった。さすがにノイノン番組ではそのままのシーンはちょっと撮ったらいけないんですけど、普通に自分で見るように撮る。分かる自分見るように撮るけど、あの YouTube にはアップできないんですけど、個人的にお礼として、あのこのハグマ会してきて一緒にあのディブリに焼いて、あのほのぼのの卒業式をね渡したいと思います、ももかちゃんにということで、私も今年卒業だよ。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あのすごく離れたんですけど、まあ、今日好き第1弾から見てるよ。そっからマジ超好きだった。私も墓まで卒業式行くよってヒート思うグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。オオカミちゃんガオガオ見てるよってヒート思うグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私の学校墓まダメなんですよっていうのよ、結構聞くね。結構聞くよね。ということで、また次回のノイノイ番号をお会いしましょう。墓ま墓ま、バイバイ。